コミュニティがつなぐ安全安心の主任講師を担当しています防災科学技術研究所理事長の林春夫です。私たちの社会が不可逆的な変化を遂げている中で、安全安心を考えていく上で不可欠なのは人と人の助け合いです。この科目ではそのためのコミュニティの在り方を総合的に学んでまいります。私と一緒に各界の講師を務めてくださるのは、さまざまな分野の専門家の先生方です。 ITF ジャパンの天野です。横浜国立大学の野口です。新潟大学の田村恵子です。放送大学の奈良由美子です。全部で15回ありますが、3部構成になっています。詳しくかつ分かりやすくお送りしてまいります。第1回はコミュニティがつなぐ安全安心とはという題でお送りをしました。人と人が助け合わなければ災害を乗り越えることはできないという命題はですね、いざ災害が起きた時にコミュニティレジリエンスを発揮しなければならないというような言葉に置き換えられると考えています。第2回では農業革命、産業革命、そして情報革命という観点から人類の発展の歴史を追います。トヨタ産業技術記念館で日本の産業革命、繊維産業から自動車、そしてロボットへというところを具体的に見ていただきます。技術革新っていうのはずっと続いてるわけですけれども、うん、人と人がこう付き合うコミュニティのような、はい、そういった角度から見てどう関わっていくのかというのを考えて初めてそのソサエティ 5.0 が目指すような次の社会を作ることができるんじゃないか。第3回では社会の変化に伴ってコミュニティが変わってきたということを扱いますが、その中で伝統的なコミュニティを持っていて大変大きな地震災害からわずか3年で完全に復興を遂げたという玄界島の事例も現地取材でお伝えします。津波が来た時には高台にすぐ上がれるようにいう場所として公園を作ろう。第4回では暮らしも社会も大変良くなったわけですけれども、一方で新たな災害も生み出してしまいました。そういったことについて私たちがどう備えるべきか考えていきたいと思います。第5回では阪神淡路大震災からの復興計画で委員長をお務めになられました神戸大学名誉教授の新野浩二郎先生からレジリエンスの真髄についてインタビューをさせていただいております。本当の困難に直面したというのはそういうコミュニティの力というのが大変大きい。第6回は安全安心を考える際に非常に重要なリスクという概念について考えていきたいと思います。リスクに関しては共通の本質というものがあってですね、それはやっぱり一つは不確かさがあるということですね。この不確かさがあるということがリスクの特徴であり有効性であり逆に難しいものになるというふうに思っています。第7回では予測力の向上、理学コミュニティの防災館という講義を実施します。ここでは防災科研筑波を訪れまして理学研究の最前線をご紹介いたします。また東京大学地震研究所教授の平田直志先生をお迎えし理学研究についても教えていただきます。理学の目標としては自然現象の背後に潜む真理、法則があると思ってますので、それを探求してそれを整理して数学的な表現をして、そうすると将来が予測することができる。第8回では小堀拓司研究所社長の長島正義さんをゲストにお迎えしまして防災科研の e ディフェンスを訪れました。ここではコミュニティレジリエンスで大切な予防力について考えていきます。レジリエンスを高めるためには予測力、予防力、
対応力、この3つが大切です。で、このうち対応力は最後の砦とも言われています。で、第9回第10回の授業ではこの対応力について学びます。第9回では人と防災未来センターにお邪魔して、そのセンター長である川田義明先生をゲストにお迎えして、応急対応期のフェーズにおける対応力について学びます。阪神・淡路大震災を具体的事例として紹介していきます。被災者は何もしてないんじゃないんですよ。被災者も頑張ったということだと思うんです。第10回では復旧復興期のフェーズにおける対応力について見ていきます。兵庫県立大学教授の木村怜央さんがゲストです。第11回では阪神・淡路大震災で自ら被災しながらもボランティア活動を行われた荒井勲さんのインタビューを交えながら、個人のレジリエンスとは何か、それを高めるにはどうすればいいかを考えていきます。第12回では九州大学の朝廣和夫先生のインタビューを交えて、組織・地域社会のレジリエンスについて考えていきたいと思います。第13回では行政を中心とした災害対応力を高めるための業務の標準化について学びます。ゲストは富山大学准教授の猪口宗成先生です。第14回はワークショップのやり方について具体的に学習します。また実際の災害現場に赴いた新潟県チーム新潟の職員の皆様方のワークショップの様子もご紹介します。第15回はコミュニティレジリエンスを高めるために残された時間で何をしていくべきかについて議論をいたします。コミュニティがつなぐ安全安心では、これからのコミュニティの在り方、社会の安全安心の在り方、そして防災の在り方についてお話をしていきます。ぜひこれらのことに興味のある方の受講をお待ちしています。よろしくお願いします。